立花明健は、筑後国や長和藩の第九代藩主。陽名は、友行進む、亀樹。第七代藩主、立花明通りの着手だった、立花藩一の長男。母は、立花茂久の娘。性質は、第八代藩主、立花藩樹の娘。子に、立花明弘、立花明備え、娘ら。完成元年7月8日。 柳川にて生まれる。父、菅一は、関生元年8月11日の立花明門の死去により、祖父、菅通の死となったが、関生五年に菅通より先に創生した。その後を、幼少の関権が継ぐわけにもいかず、家徳は、叔父で菅一の弟、立花菅樹が継いだ。関生11年9月28日、菅樹の養子師となる。文化5年。 養父、漢寿の娘と結婚する。そして、漢寿死後の文政3年6月19日、家督を相続した。その後は、反省改革に取り組み、藩校である伝習院を創設する。さらに、ケミ法を岩見に改め、米札を発行し、さらに里方仕組みを制定する。また、農業の副業奨励、日田開発、有明海援岸の埋め立てなどにも尽力している。 幕府からも鶴岡八幡宮の不審手伝いを受け負っている。文政十三年三月二十三日、長男、菅広を死死として指名し、同年四月十一日に、江戸で四十二歳の生涯を閉じた。あと、菅広が継いだが、養成したため次男の菅備えが、表向きは同一人物として、替え玉に立てられた。文政武官一掲載の文政三年刊行の、 須原や茂平造反部官に掲載されている家臣。内容は観光の都合上、文政三年以前の可能性もあるために、国高や続き柄、価格などは、柳川藩立花家文言帳を掲載の、文政入月7月文言帳で過失した。過老、中老、用人、白子、留水、天役ありがとうございます。